はい、今日も来ました。この戦場ってことで、アンセスターズ・ヒューマンカインド・オデッセイ3日目やっていきたいと思います。ということで、前回ですね、はい、おじいちゃんとお散歩してたら、虎みたいに襲われて、逃げてたら、その虎がまた蛇に襲われて、で、肉食って、寝て進化してっていう回でございました。はい。ということで、今回は、ちょっとやれることどんどん探していきたいなと思います。はい。建築っていうのがあって、その建築で何ができるのか、それから15年経ったみたいですけど、何が変わったのかとかも見ていきたいかな。お、なんかいる。君は、あ、これ、あの子じゃない？お、母親、パン。あ、パンパさんのお子さん。前回のあのカップルのお子さんだ。大きくなってもう毛づくろしちゃおう。毛づくろしちゃおうもう。どれ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 。うん。この椅子があれ、おばあちゃんに多分なってるから、やりすぎたか。ちょっと見ましょうか。老人女性。独身独身みたいです。はい、じゃあ今回おばあちゃん辞めてこの子に変えましょうかね。変えられるのかなあ。そっか、ちっちゃい子を背負ってないといけないから、あ、なんかいる。君は誰？あ、君もか。ほん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 。そうかそうか。生息地が増えてるってことだね、結構。オッケーオッケー。ではでは、まずは腹ごしらえして、成長乳、運動機能。なんか増えてってますね。運動機能。とりあえず腹いっぱい食いましょう。多分骨折れる体勢がつくと思うんですよね。よし、ちょっと冒険に行こうかな。じゃあまずは索敵。近そうなのはどこだろうね。あそこ近そうだ。集中、識別、記憶。忘れちゃった。記憶で OK。 よし、覚えたので行きましょうか。はい、あ、イノシシだ。威嚇。一回戦ってみようか。反撃がね、多分よっ、回避できた。できたかな。よしよし。オッケー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 。多分食ってたから大丈夫だったんでしょ、これ。危ね危ね。これ食えば、多分。あれ、上がんないな。さっきのやつだっけか？これか。とりあえず行きましょう。なんとか。大丈夫だったみたい。ラッキー。これもさっきのと一緒だよね。あ、いいね、これ。上がってる。骨が丈夫になっていく。うまい、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 うまい。オッケー、これ以上はお腹壊しそうだ。捨てて。よし。さあ、行くぞ。あそこをほう。おう。おう。おう。集中。聞く。なんかいる。ん？猿がいる。上に猿がいるぞ。仲間にしよう。仲間になるのかな。登って登って。そこに猿がいるぞ。メスだからどうだろう。いた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 。おお。どうし、あ。集中。聞く。なんかいる。ヘビかな。やっぱヘビか。危ないね。オッケーオッケー。この子。なんかできないのかな。知性。大丈夫？感覚。この子。何かが。なんだろう、わかんない。なんか渡せばいいのかな。こういうのを取って、もしかして近くに置いたりすると。お、あ、食べた。やった。太っ腹リーダー、負傷していたよそ者を種族のメンバーとして迎え入れた。やった。よし。じゃあ、ついてこい、ついてこい。カモン。あげあげあげ。そういうことか。傷ついてるから、一緒にご飯食べたりとかすればいいんだね。もうちょっと食べようぜ。もうちょっと食べようぜ。ほら、カモンカモン。君も、君も食べるんだ、いっぱい。そうだそうだ。そうだそうだ。そうだそうだ。おいしいか。逃げろ。またあいつか。危ねえ危ねえ危ねえ。あっ死ぬ。大丈夫かな。あ、オッケーオッケー。あほほほほほほほ、死ぬかと思った。こいこ。どこだったかな。あいつまだ嫌がる。くそ、覚えとけよお前。いつか倒してやるからな。またヘビに食わせてやるからな。どうだったかな。あそこだよね確か。ちょっと感覚。オッケー、あそこだね。よしよし。もういない？そこまで行けば。よし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 。どこだっけ？そこか。よし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 。あそこまで行けば大丈夫。ついてきてるかな？ついてきてるね。いけるかこれ。とう。よし。慣れたもんだぜ。ちょっと飯だ。死ぬ。死ぬ。食わねえと死ぬ。いやー、やばいかな。雨宿りしようか。いや、寒さには今強い状態か。よし、とりあえずあの子。誰だっけ。この子だっけ。ら大人男性。ここで待機。オッケー。よし、君はここの民族なんだね。オッケー。ちょっとね、血がやばいんで寝たら治るかな。寝たら治るかな。探索を終える。一旦休憩だ。君たち、一旦休憩だ。あらららら。何何わかんない。状況がわからない。何何何。一旦寝ましょうか。寝る。進化はまだいいと思うんだよね。寝ることで血が収まるのかがちょっと微妙ですけど。あ、いや、食らってるな。食らってるね。食らってる。進化しようか。多分できるはず。なんだ？世代を進めるあなたが大人であり、士族のアクティブな定住地にいて、士族に最低1人子供がいる。あ、じゃあまだか。まだできないですね。これなんだろう。子供さえいればいいってことか。 OK。 お子ちゃまができるまでちょっと頑張ろうか。魚でもすくう。いやー、血が止まらない。こういう怪我はもう死につながるってことかな。あー、命が。最後は彼らのもとで、最後は彼らのもとで、彼らのもとで。もう助けてくれ。ああぐーおばあちゃん、ここにし母さんが息を引き取ったみたいな。この子多分女の子でしょ。女の人でしょ。大人女性。了解。ちょっとオスに変えたいんだけどね。あ、枝があるじゃん。どこここ。場所チェック。ん？あ、下か。あ、ちょうどオスいるじゃん。よし、ちょっとオスとオスとムフフな関係になりに行こうかな。いや、来るか。威嚇。カウンター攻撃を繰り返す。今か？いって。カウンターできないんだよな。分析で、ついてきて。オッケー、来て。ちょっと痛いから。痛いから。反撃できないんですけど。よしよしよし。まず飯を食おう。これか。ちょっと痛かったわ。飯。死ぬ。骨をね、まず頑丈にしないとね。骨を頑丈に。そしてイノシシと戦ってる。取る。次こそどこ行った？あいつここで与える。何これ。あ武器を持たせた。君らら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 交換毛づくろいらと仲良くなろう。よいしょ、虫がついちゃいますよ、虫が。あー、やばいでするあ、いたいたいた。あ、毒食らってる毒食らってるか。なんかアイテムあげよう。くえくえ、食べて食べて。毛づくろい。あ、いいね。そのままいけないかな。あと1回。未来につなぐんだ。あれダメですか。食べ物が必要か。行くぞ未来の旦那よ。なんだなんだこれ。田植えに戻ろう。本拠点へ。この食い物なくなってるなあ。どうしたものか。あ、眠いのか。そういうことか。眠いんだ。一旦寝よう。どこ行ったかな。あれ、下にいる？よし。で、ちょっともうここやることないんで別のところ向かいましょう。あそこ行こうか。あの拠点でもうね、アップル彼氏もできたんでね。私はどこ行ったどこ行った。いたいたいた、来てるね。名前なんだっけ。ピュとカップルあげる。これさてさて、あ、そこだ。ここが新しいポイントじゃないかな。発見。さあ、新たなランドマーク、大きな沼。ちょっと生活はすごいしづらそうですけど、どうなんだろう。記憶可能な場所として大きな沼を発見。あ、そういうことか。記憶可能な場所。ここで生活はちょっときつそうだね。なんかいるよ。ヘビかな？イノシシだ。あ、ちょ、ワニだ。ワニだ。逃げろ。え？後ろからちょっとワニの音がする。ちょっと戻ろう。この先はやばい。いた。明らかにやばい。食べよう。ワニ。イノシシ来ないかな、ここに。イノシシ来たら面白いけど。水飲もう。え？何してんの？ちょっとダメだって。無理。ああなんでそんなでも俺じゃねえけどあ、ちょうど隠してくれた。バカ。いや、ちょっと旦那さん、ちょっと何をしているの？ちょっと逃げて。逃げて。早く。死ぬぞマジで。やばい。戻れ戻れ。上だ上。あ、そうだ、あの肉を食おう。あれだあれ、こいつを食えば生き残れる。早く。違う、食べる。ね、肉肉肉。この下にも。そうだ、肉だ。野菜野菜、肉と野菜。なんだ、何がいる？あ、ちょっと待って。うわー、ちょっとやめろー。あー、やめろー。やめろー。逃げるぞ。やめろー。落ち着け、俺。落ち着くんだ。やめろー。何？あそこか？え？え？あ、いるいるいる。ラじゃない、あれラじゃない？ラだ、生きてる。あ、もしかして寝る。ああ、種の繁栄。あたり妊娠出産新たな命が芽吹く。さあ、君がいすざるを。せよ、新たな日になるのです。ラさん見てください、あなたにそっくりですよ、ラさん。俺にそっくりなら。15ヶ月後。子供は十分に育っております。好奇心旺盛で、ちょこちょこ動き回っております。まさに元気。父から受け継いだのか、毛づくろいのやり方も教えてもらっておるみたいです。新生児。ラさんどこ行った？ああ、よかったー、ラさん生きてるー。よしよし。で、進化できるんで、進化しましょう。次の世代へ。誕生前の赤子は全て失われます。はい。生まれてすぐだが時代は変わる。私たちは人類に近づくのだ。一歩ずつ一歩ずつと食って飲んで運動して大きくなりつつ脳を使って次の世代へとつなげるのであった。15年後。さあ、ってことで手話つながりましたちょっと周り見てみようか。いるかな。1匹2匹3匹ぐらい。女の子。これが子供かな。なくペトラの子。大人女性多産。おお、交換。さあ次の人生と次の世代へとつながりました。お母さんお疲れ様。次は私の番よ。ってことで、次回ですね。次回ちょっといっぱいお子さん作ってまた次の世代に引き継いでいくって感じでやっていきたいと思います。今回ちょっと衝撃的でしたけど、なんとか、はい、彼氏元い旦那さんはね、なんとか生き残って次につなげることができました。お疲れ様です。